バトルギア2筐体。バトルギア2は2000年に対等より発売されたアーケードレースゲームである。バトルギアシリーズ第2作目。2001年3月22日には、プレイステーション2に隠しコースや車を追加し、移植された。2002年には PS2 版の追加コースと車を追加したバトルギア2ボルトが発売された。使用基盤は、前作。 バトルギア同様パワー PC 採用基板タイプ 0HDD。大きな特徴として、前作より新規コース及び車両の追加、ゴースト対戦の機能強化、前進作、サイドバイサイドにエボルツヨーネの BGM の再録等がなされている。サイドバイサイドに依頼となるオープニングも復活し、初級コースで2台の車のハイスピードバトルが描かれている。 2001年3月22日に発売された、プレイステーション2版では、各種コースや車が追加され、アーケード版、バトルギア2ボルトではこれらの追加コースや車が選択、可能。モデムを利用して、ゴーストデータのアップダウンロードサービスも行われていた。ツインタイプ筐体シングルタイプ筐体サイドバイサイド、筐体改造版バトルギア2ボルト、筐体前作同様、登場車種は、 国産スポーツモデルで構成されており、ほぼすべての車種で、マフラーやホイールの交換、ローダウン、エアロパーツの装着といった、外見上のチューニングが施されている。カラー変更で、ホイールの色やホロの色、エアロパーツが変化することもある。アーケード版、2は29車種各子カー8車種の、計3 7車種、PS2 版は29車種各子カー13車種の、 K42 車種、2V は29車種、隠しカー12車種の、K41 車種。270馬力以上の車が対象。隠し車種アーケード版、2では、車メーカー選択時にスタートボタンを押しながら、隠し車種のあるメーカーを選択すると通常車種に、代わって選択が可能になる。PS2 班及び、2V では全メーカーに隠し車種が用意され、PS2 班では、 走行距離に応じて手に入れるか A クラスの車での網戸3つ以上で特定のコースで優勝しなければ選択できない200から255馬力の車が対象130から175馬力の車が対象バトルギアに初心者に最適なクラスと言われている各種車種選択方法はアーケード版 PS2 版ともに他の各種車種と同様 コンピューターカーと対戦できるモード。難易度は星マークで表され1から5まである。5にする場合はコース選択画面でビューボタンを長押しし、ピュシュルルというブローオフバルドオンが鳴ったら成功である。難易度5で1位になると全コース共通でクリアした後のリプレイでエンディングが流れる。ただし相当な実力を要す。筐体内に保存されたゴーストとタイムを競い合うモード。 HDD 内にコースごとに保存してあり、更新日時、延べ対戦者数、ネーム、ラップタイムが保存されている。ゴーストに勝てば、その時のデータが記録される。今作では、スタート時に表示される、ゴーストの情報が日本語表記となり、新たに更新日時や、ラップタイムも表示されるように改善されている。最大4人まで、対戦可能なマルチプレイ専用モード。 ノーマルレース時にかかる後続者のブーストがかからないため、実力とテクニックが要求される。以下3つのコースは、コイン投入後にビューボタンを押したままスタートボタンを押すと、通常コースから変わって選択できる。基本的に前作からの変更点はないが、スタートカウント前のコースの景色を映すシーンや、中級での演出の一つが今作では削除されている。ありがとうございます。